皆さんこんにちは。今回は寝る前にできる10分の安眠ヨガをご紹介していきます。この5月後半から6月にかけては特に気圧が変動しやすいので眠りが浅くなってしまったり寝つきにくくなりやすいです。なので最近寝つきが悪かったり眠りが浅い方におすすめのヨガです。また月経前症候群 PMS にお悩みの方も腰周りのだるさや重さを解消するのにも効果が期待できるので一緒に行っていきましょう。そして今回はもう寝る前のヨガなのでヨガウェアじゃなくてもパジャマやゆったりとした楽な服装で行ってください。ではマットの上に楽に座っていきましょう。右足を前に伸ばしたら左の膝を曲げて左のかかとをお尻の横に置きます。ではここからゆっくりと両肘を両肩の下について、ではここで一度鼻から大きく息を吸って、ではゆっくりと息を吐きながら背中と頭もマットの上に下ろしていきましょう。腰回りや足の付け根に痛みを感じる方は腰の下にクッションや枕を敷いて高さを出してください。ではそのまま両手を頭の上に運んで両方の肘を抱えます。太ももの前側、お腹に気持ちの良い伸びを感じながらそこにたくさん酸素を送ってあげましょう。お腹周りの力は抜いて柔らかい状態です。吐く息で腰周りの力も抜けていきます。ではそのまま伸ばしている右足も曲げて右足の裏を左の膝にくっつけます。骨盤の歪みを整えるのにも効果的なポーズです。ではもう一度鼻から大きく息を吸って、鼻から優しく吐いて、そのまま左の足を立てたら左足を体の右側へ倒していきます。この時に左肩がマットから浮かないところへ足をついていきましょう。腰周りの力リラックスして腰周りのこわばりや緊張をとっていきましょう。ではもう一度鼻から大きく息を吸って、吐いて腰周り力リラックス全部抜いて、では左足を戻したら足の裏と裏を合わせて仰向けの合席のポーズです。両肩の力は抜いて背骨長く腰をマットに沈めていきます。目を閉じたい方はまぶたを閉じてゆっくりとした自分の呼吸に意識を向けていきましょう。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませて、ゆっくりと吐いて体に残っている余分な緊張感やストレスを外へ吐き出していきます。では両手を体の横に下ろしたら両膝を立て、そのまま両膝を両腕で抱え、おでこと肘を近づけたら自分に大きなハグをしてあげます。では両手をリリースしたらそのまま体重を前後に移動させ、背中をコロンゴロンと床でマッサージしながら最後に勢いをつけて座った体勢に戻ります。では今度は反対です。左足をまっすぐ伸ばしたら右膝を曲げ、右のかかとお尻の横、そのままゆっくりと両肘をマットの上に下ろして両肘両肩の下、ここで鼻から大きく息を吸って、息を吐きながらゆっくりと腰頭をマットの上に下ろしていきましょう。
上体を下ろしたら両手頭の上両肘をつかんで太もも前側足の付け根お腹の心地いい伸びを感じていきます。吐く息で腰周りの力を抜いて腰がゆっくりとマットに降りていきます。心地の良いゆったりとした呼吸を続けていきましょう。ではそのまま伸ばしている左膝も折り曲げていきます。右足を体の左側に倒していきます。右肩が浮かないところに右足を置いていきましょう。一度鼻から大きく息を吸って息を吐き切ります。息を吐き切ったら右足を戻してもう一度合席のポーズ。鼻から大きく息を吸ってゆっくりと鼻から吐き出します。では両手を下に下ろして両膝を立てます。両足は腰幅、両方のかかとが指先で触れるか握り拳一つ分ぐらいの位置に両足を置きましょう。ではそのままゆっくりと腰を上に持ち上げて首長く顎は少し引いて膝から腰、肩が一直線上になるようにこのままキープして呼吸を続けていきます。鼻から大きく吸ってゆっくり息を吐いて下半身の血の巡りを良くしてあげることによって冷えの防止や安眠の効果が期待できます。ではラスト1回鼻から大きく息を吸って息を吐きながら背骨上からゆっくりと下ろしていきます。最後にお尻を下ろしたら両手で両膝を抱えていきましょう。今回は背骨まっすぐ保ったままです。鼻から大きく吸って鼻からゆっくりと吐いて吐く息で膝を胸に近づけていきます。では両手をリリースしたら両足をそのまま天井にまっすぐ伸ばします。かかとを前にぐーっと押し出して下半身に溜まりやすい血液やリンパを心臓の方へと流しやすくしていきます。足のむくみ解消にも効果的なポーズです。ではそのまま足首をぐるぐる回して足首を柔らかくほぐしていきましょう。反対回り、ではそのまま両手を腰の後ろに添えてお尻を持ち上げます。両足空高く持ち上げてそのままつま先を頭の上に下ろしていきます。両方のつま先床につけるのが心地よくない方は両方の足伸ばしてマットから浮かせた状態で大丈夫です。
首の後ろの頸骨からお尻の後ろ尾骨までをまんべんなく刺激していきます。背骨を刺激することで自律神経の調子も整えられていきます。では背骨をゆっくりと上からマットに下ろしていきましょう。ではもう一度両膝を胸に抱えて、両膝胸に引き寄せていきます。鼻から大きく息を吸って、ゆっくりと鼻から吐いて、そのまま両膝を脇の下へ運んだら、足の小指側から両手で掴んで最後のハッピーベイビーです。尾骨はしっかりと下に向けて、吐く息両膝下の方へぐっと押していきます。両膝を伸ばして、もう少し幅の広いハッピーベイビーをしたい方は両膝を伸ばして、左右に揺れたい方は両方の膝交互に床につけて、ゴロンゴロンと腰をマッサージしていきます。股関節周り柔らかくほぐして深い眠りへと導いていきます。では両手両足をリリースしたら、そのまま両足下に伸ばしていきます。両足は楽に開いて、両手は手のひらを上にして脇の下にゴルフボール1つ分ぐらいのスペースを作って体の横に置きます。そのまま首を左右に優しくゆすって、首の力も抜いていきます。心地のいいところで動きを止めたら、ゆっくりとまぶたを閉じていきましょう。鼻から息を吸って、吐く息で体を重くマットに沈めていきます。ではそのまま自分の楽な呼吸に戻していきましょう。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ナマステ。またね。